はい、行きました。おしっこですかこれは。違います。あの初手おしっこですかこれはってさ、やめてくれない。今のは採用です。ダメですか。丸池様来ました。山形県の、はい、鶴岡に近いところなんですけども、見てください。友達がいるからね、この池、池じゃねえ、川めっちゃ綺麗なよ。ちなみに、うん、透き通ってる川、見えてる、伝わってる、伝わってると思うよ多分。すんごい透き通っててね、うん、魚はいません。いませんね。丸池様がすごいね、いいらしいんで、行ってみましょう。教えてもらってね。ね、あの観光って調べても出てこない、山形県観光じゃ。じゃあ山形しか知らない。山形県民しか知らないことかもしれないから、ちょっと行ってみましょう。奥まで。説明してください。丸池様牛渡り川。はい。というところでね、湧き水が育んだ命と書いておりますけども。はい。なんか湧き水だからもうめちゃくちゃ。飲めるっぽいね。飲めんの？飲めんじゃない。全長約4キロの清流です。エメラルドグリーンに輝きって書いてあるんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗なんじゃないですか。水のほぼ全てが湧き水、しかもめっちゃ晴れてるしね。めっちゃ晴れてる。ちょっとね、早く進んでこう。みんなも見たいでしょ、ね、見たいでしょ。俺も見たいなこれ。早くどこでおしっこできんの。だからおしっこうるせえな。できへんだよもうおしっこが。声でしたって我慢しろおしっこ。うわすごい、丸池様まだだよ。でも書いてある、丸池様って。本当だ。はい、ここで一言、一句。丸池の、はい、周り、ブンブン、トンボたち。でれれれれれれ。ということでね。ここやん、ここやん。めっちゃ綺麗なんだけど。すごい。着きました、着きました。ちょっとこれは伝わるかな、これ。あ、伝わる、伝わる。伝わる？え、めっちゃっと入れないからあっちまで行けないけど。あっちも行けんじゃん、あっちまで行けんじゃん。行けんのか。え、すごいな。めっちゃ綺麗。何あれ。やるやんな、七瀬。あいつ。環境保護のため、池際への立ち入り禁止します。そりゃそうだな。いやマジですごいなこれ。マジでなんでこんな色になってんだろう。不思議だね。うん、すごいです。これでね、エメラルドグリーンです。うん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 、めっちゃ綺麗なと思うよ。だって水の中に生命が宿ってるもん。宿ってる。本当に草生えちゃってる。天然記念物にも指定されてるって。すごいですね。だってめっちゃ綺麗だもんな、ね、これ。お前さ、さっきから虫にビビりすぎないよ。だってすごいブンブンなってんだもん。すごい、もうね、俺もう全然ね、平気になったかも、虫。本当に？うん、もう平気、割と。いや、絶対無理。いや、不意に来られるのは無理だけど、別になんかそこら中で寝ても大丈夫。うん、それは言い過ぎたけど。やれよ、早く。やれよ、早くって、てめえがやれ。てめえがやれ。とりあえず参拝しとく。神社ですよ、これは。うん、神社です。ありがとうございます。あ、え、湧き水取り場だって。お水、ご水、お水取り場だから空いてるよ。ここ空いてるじゃん、ここ。よし、チャンスです。飲めとかじゃなくて手洗うぐらいでもさ。あ、ね、危ない危ない、お前そうやってジャンプとかして行くな。でここは水取れるっていうか手洗えるから。これ全部が湧き水なんで。これ出てんのかな。逃げちゃ。もうね、俺もう全然ね、平気になったかも、虫。見てプーンとかはならないでほしいわ。さっきから俺その状態なの。だから飲めるよ、多分。平気平気。別にそんくらい。どう？今、喉飴舐めてるからさ、そんな味になるんだよ。でも全然普通の水です。へえ、うん、もう一杯いこう。全然普通の水、うん、全然普通の水。さっき見たけど あんま飲む人いないらしい。マジで先輩かな。お腹痛くなるじゃん。これ羽黒山神社ということでね、羽黒山神社、国宝のある羽黒山五重の塔というところにね、やってまいりました。こちらでございます。なんか日本で2番目に
あの石段があるみたいなんですけど、七瀬曰く山形のどの地曰くね。そうなんだ。でこっからね、この石段を渡るのに、頂上まで行くのに、60分かかるそうです。無理です。まだ昼ご飯も食べてません。ただいま2時過ぎぐらいで、車だと10分で行けるらしいんですけど、僕らのポニポニポニガス欠でございます。ほぼ多分登りません。ミスりました。174円とかそんくらいを渋ってたら、あれ高い高いとか言ってね、ガソリンスタンドがなくなり、ここまで来てしまい、はい、山を登ることはできないということで、でもこの国宝羽黒珊瑚15の塔、羽黒珊瑚15、珊瑚15、珊瑚10、珊瑚10の塔、珊瑚15だと思う。くくってやってるからそれ。ここの塔だと徒歩で10分で行けるので、はい、ここだけ行きたいと思います。これもなんかずっと昔からあるやつでしょ。そうそうそう、東北であの最古らしい塔の、最古の塔らしい国宝ですからね、はい、国宝だけちょっと見させてもらいましょうか。じゃあ行きましょう、はい、ただいまですね、はい、僕たちあの五重の塔みたいなところに、ね、はい、見ようと思ったんですけど、現在地を見余ってまして、はい、僕らは今随神門にいるもんだと思ってたんですよ。そうなんです。だからここ五重の塔近いやんって話してたんだけど、全然違くて僕ら今ここにいます。なんでここ行けますね。三神豪祭殿みたいなとこは行けるってこと、うん、だから最神号行こうか、一番上ってことでしょ、要はだからもう登ったみたいなもんでしょ、要は。ああ、ここならすぐ行けそうなんで。オッケー、じゃあ五重の塔は行けません。すいませんでした。はい、月山神社でございます。参拝してください、ここでも。マジかよ。マジ、ま、俺、じゃあ俺参拝してくる。中でなんかやってるから俺も紛れてきた。どうやって。いつ。俺も紛れていた。ガソリンが切れないことを願ってきました。はい。だから多分下まで行けると思う。今のね、俺たちの一番のね、一番の願い、心配が本当に、心配だもん本当に。大丈夫だと思います。本当ですか。はい、降りましょう。ガソリンスタンドまで行きましょう。無事に。無事に行けることを願っております。月山神社もそう言ってました。おー、よかった。はい、行けます。じゃあ JAF にね、来られないように。はい、あの JAF に、 JAF だけ一応連絡先に入れとくわ。ハート。山形名産玉こんにゃく一口100円。100円ない。食べてください、玉こんにゃく一つください。はい、じゃあ100円頂戴します。100円、大きいのしかないんですか。あ、大丈夫です。まあそうやな。はい、じゃあ900円のお返しです。カラシをつけますか。あ、お願いします。はい、これ何味なんですか。これスルメと醤油とかの出汁ですね。へぇ、はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。え、俺も食べたい、もう一本。もう一本、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やった、玉こんにゃくゲット。これ俺たちが食ってもポニポニポニーは動くかわからないんで。食べて。いただきます。はい、あっくい。おいしい。うまい。うまいだろうね。めっちゃこんにゃく、うわうめえ。弾力がすごいな、これ。これ山形名産だわ。うん、山形名物らしいから。めっちゃうまいです。うわい。今のガソリンがこんな感じでございます。もうね、ないんです、ほぼほぼないね、これは。これでエンジンがつくかどうか、ちょっとつけてください。何それ。運命のエンジン全開。何それ。さすがにね、まだつくよ。けど本当にやばいよね。これで今下るんですけど、ね、下りだからまだね、なんとか望みあるんですけど、もうやってみなきゃわからない。うん、大丈夫、お願いしてきたから。本当にエンジン切れませんようにって。大丈夫。うん、大丈夫。本当だよね。これでダメだったらあっちがいけないわ。あっち、国宝に。あっちがいけない、国宝がいけない、うん、俺らはちゃんと尽くしたから。、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。どこで終わった
かちょっとあんまり覚えてないんですけども、夜ご飯を食べてお風呂に入って車に戻ってきました。はい、今日はこちらでございます。明日は山形県1日目路上ライブやらせていただくんですけども、はい、どうですか、いかがですか。山形県も初めてですし、ほら東北ラストですけども、より一層気合を入れましょう。いや今日ちょっとね、もうまだ9時とかなんですよ、はい、多分、はい、早めなんでね、なんとね、今日お供がいるんです。何のお供？こちらです。やめろそんな飲むのこちらがいるんで、今日はね、もう寝るんですけど、もう今日ラストなんで明日、はい、いっぱい乾杯をして寝て、まあラジオでも撮りながらね、いっぱいだけ乾杯して、まだ早いからね、これ早いからできるんだよ。確かに早いからね。久々お酒を飲みます。まさかロングかと思いませんでしたロングだろ、さすがに。ロングじゃないって、3号缶かと思ったのに。ロングじゃないとやってらんないだろ。でもロング飲んじゃうと3号缶も飲みたくなっちゃうっていうのがあるんで、もう飲んだらすぐ寝ます。なんで飲みながらラジオを撮っても寝るっていう戦法に入りたいと思います。え、ラジオ撮んの？撮るでしょ、早く寝かせてくれよいっぱいさ、もらったからコメント、それを読みながらやりたいと思いますんで、はい、今日はおしまいでございます。明日路上ライブ頑張りますということで、よろしくお願いします。おやすみなさい。ラジオお楽しみにしててね。はい、おやすみ、おやすみなさい。はい、おはようございます。おはようございます。山形県2日目の朝でございます。今日は山形県山形駅で路上ライブです。よろしくお願いします。イエーイ。今日も暑かったね、朝ね。もう暑いよ。いつになったらさ、この涼しい感じで朝起きれるんでしょうか。10月入らないとダメなのかな。めっちゃ暑い。死ぬほど暑い、ね、朝はやっぱなんかちょっと寒いなと思って、俺パーカー着て寝たけどさ、はいはい、なんだろう、7時8時ぐらいになるともう暑くてね、ふざけんじゃねえよって思うもうこれはね、しかない。いつかになったら、いつかになったら、いつかきっと涼しいってなる時が来るんでね、その時は多分朝は寒いです。でもその時はもうね、フィーバータイムなんだろうねもうだって寒いとやっぱ寝れるじゃん。寝れるね。でもさ、もう本当に冬ってなったらもう死ぬよね。うん、死ぬね。車中泊はですね、おすすめしません。しません、これはしない。でもどんどん下の方に行くから、まあなんかもうちょい寝やすくなるんじゃないかな、わかんないけど、まだ東北だからね、寝れるんだけどね、うん、寝れるんだけど、なんかな、朝アラームなしで起きれるね、ちゃんとアラームなしで7時ぐらいに起きれます。そう、しかも俺は腹痛くて、俺6時ぐらいに起きてさ、トイレ行ったし本当にまあ大変ですけども、まあそんなそんなことはどうでもよくて、路上ライブをやろうよっていう話なんですよ、僕らは。そうですよ、今日山形来てくれる人もちらほらいるらしいんでね。はいはいはい、はい、もうがっつり過去一ライブしましょう、今日もよろしくお願いします。お待ちしております。はい、ということでマックかなんかに行って編集します。8時59分。もう編集マン誰か雇おうよそんなじゃない、編集してください。編集しますんで。でもまああれじゃないですか、ファンの方にマックカードを大量にいただいたじゃないですか。もうマジでありがたいです。いただいたんでマックに行けるというね、まあ、マック行ってもね、コーヒーしか頼まないんだけどビッグマックとか食いたいんだけど、食いたいけどね、その500円のマックカードにどれだけ納められるかそうだね、話なんでね。チキンクリスプ100円だと思ったら130円に値上がりしてたし、ね、はい、ということで今日もよろしくお願いしまーす。47都道府県路上ライブ山形県編、ここでやります。はい、東口デッキ上でございます。あちらが山形駅。はい、やります。はい、はいしか言わない。何でしょうか。はいしか言わない。どうですか。やりますどうやるんですか。楽しみます。はい、わかりましたやってやりましょう、よろしくお願いします。人通りもそんな多くないんですけどね、うん、まあ、僕らが路上ライブやればもう人通りも増えるということで、どういうことです、どういう原理なんでしょう。え、もう気合で集めるってこと。じゃあ下からね、吸い上げよう。うん、やっております、よろしくお願いします。僕ら47都道府県路上ライブを東京から回ってるわけなんですけども、はい、僕らはまあなんつうんだろうな、回ってる意味というか、僕らもともと音楽が好きで、ギター弾くのが好きで、二人とも歌うのが好きで、この路上ライブがとてもとても好きで、47都道府県路上ライブを回ってるわけなんですけども、なんだろうな、やっぱり車だけで回ってるから、正直いろんなこともあって、なんかすごいいろんなことあるんですよ。あまり弱音を吐きたくないんですけども、いろんなことがあってね、こういういろんなことがある中で、こういうなんか山形で路上ライブができて、
なんかもう知らない人もさ、こうやって聞いてくれて、すごい自分ら的にはすごい嬉しくて、こういうこの路上ライブしてる空間がすごいすごいすごいね、幸せな空間だとすごい思ってるんですよ、僕は。嬉しくて、でなんかすごい僕らもいろんなことをあって、嫌なこととかね、すごいなんだろうな、ネガティブな気持ちになっちゃう時とかもすごいあるんだけど、こうやって路上ライブを知らない県でやって、初めての場所でやって、でも知ってる人もいるかもしれないけど、知らない人がこうやって立って聞いてくれてるっていうことがすごい、あ、響いてるんだなって少しでも思えるし、なんかそれだけでもすごい嬉しいのに、今も CD 買ってくれて本当にありがとうね、本当にありがとう。それだけでもすごいプラスアルファなわけで、なんかそういう感じで路上ライブを47を回ってるんですけど、それはなんか皆さんも、今聞いてる皆さんも一緒だと思ってて、なんかすごい嫌なこととか苦しいこととか、なんかね、お母さんに怒られたとか、宿題忘れたみたいな、もうなんか小さな嫌なこととかって重なってくんですよ。でそれでもなんか、その中でもなんかそういう嫌なこととかって絶対なんだろうな、自分の中で押し込めて生きていかないといけないんですよ、日々、毎日、明日はね、嫌でもやってくるんで。でもなんかこの路上ライブ、初めて僕らのことを見たと思うんですけど、なんかこの路上ライブを見てる瞬間だけではね、なんか少しでもハッピーな気持ちになってもらえたらなって、明日もちょっと少しじゃあ頑張ってみようかなとか、明日なんか嫌なことあるけど明日塾行くかみたいなね、なんか少しでもね、思ってくれたらすごい、僕ら47回ってる意味あって、路上ライブをやってる意味があるなって、すごく感じます。なので、なんだろうな、今次やる曲は真相化っていう曲なんですけども、僕らの音楽を少しでもね、聞きたいって、必要だって思ってくれたらすごい嬉しいし、これからもね、聞いてくれたらすごい嬉しいです。サブスクとか Apple Music とか LINE とか Spotify とか AO とか全部入ってるんで、よかったら聞いてみてください。僕らの路上ライブが終わった後、たくさん曲ありますんで、ぜひ聞いてください。それでは僕らの心と、あなた一人一人の心をつながる曲、真相化っていう曲、山形県、はい、東口デキの上でやらせていただきました、はい、ちょっと人通り少なかったんですけども、もうでもね、素晴らしいライブができたんじゃないですか。めっちゃ良かったですよ、ね、めちゃめちゃ気持ちよいライブができました。いかがでしたか。めっちゃ気持ちよかったです
毎回同じこと。いやでもなんだかんだ言ってでも、うん、泊まってみてくれて CD また買ってくれるからね、うん、毎回毎回コンスタントに CD を買ってくれてることがすごいね、うん、僕らの中ででかいです。めっちゃでかい。本当にありがたいです。本当にありがとうございます。ということでいつもはですね路上ライブ終わった後カップラーメンを食べるんですよ。カップラーメン持ってきてるからいっぱいけどね、ちょっとカップラーメン続きになりすぎているということでちょっと調べました僕山形駅定食屋さんと、はい、そしたら1個目に出てきたところ、はい、ちょっと 何屋さんだか忘れちゃったんですけど忘れたの翼屋、ね、翼屋かな。ちょっと一回確認します。翼お食事どころ翼、お食事どころ翼、お食事どころ翼っていうところで1000円以内で食堂、食堂じゃねえわ定食が食べれるということで、はいはいはい、もううまそうすぎるんで、はい、10時までなんでもう早速行きます。もう行きましょう、行きましょう。もう一個早く早く早く走る走る走る調子いいねおい暗いよ。やってねえよやってねえよ。誰やってるって言ったの。10時までやってるって書いてあったの。日付も曜日も全部10時までやってるって書いてあったの。どっちも2つ候補ありました。つばさやと田原食堂、うんうん、どっちも閉まってました。つばさやわかる。あの食堂がなくなっちゃいました。それはわかります。わかる。田原や、はい、なんか普通閉まってる。10時までなのに。うん、10時まで遅すぎ言い過ぎ遅すぎでしょ。だってもう何時だと思ってる。ほんとだよ。ということで僕たち今日ご飯ありません。ね、ないです。真っ暗すぎて俺見える顔。まぁ、あ、ちょっと見えてる、やめてクロップしたら見えるからね。ちょっとてことでちょっと、はい、今こっち西口なんですけど山形県の東口に行きます。ご飯を求めて東口ならなんか可能性ある。西はちょっとねもうない。ラーメン食べたくないからね。うん、もうないから珍しく。ちょっと東口行きます。はい、僕らが今どこにいるか分かりますかね。山形駅まあ駅だろうね、うん、僕らの今日の夜ご飯決まりました。いいですか見せて。見せたくない。確かに見せたくねえなこれ。情けない。情けないというか悔しい。悔しいねこれは。敗北ですこれは。完全に山形に負けました。うん、だってどこでも食えるもんこれ。静かに見せてあげて。静かに見、はい、静かに戻すわ。まあ、黄色く輝く、お味噌汁が無料でついてくる松屋でございます。もうやだよ僕らね。やだって。いや、すき家は行くんだよ。すき家は朝定で行くじゃん。夜には行かないんだよ。行かない。もうただ系統違うだけじゃん。一緒よ系統は。一緒だ名前が違うだけだ。いや銘柄が違うだけだよビールで言うほぼ一緒味まあ勘弁してくれ。まあ仕方ないですよね。居酒屋とか行けないんで僕たちは。さっきそこ通って居酒屋あってね、いいなと思って。めっちゃいいな、飲みてと思ったけど飲めないです。はい、それではおとなしく松屋行きます。はい、じゃあ松屋でした。正解は松屋でした。正解は松屋でした。はい、おはようございます。山形県終了いたしました。はい、はい、もう実は今新潟県にいます。はい、実は新潟県なんですけどエンディングを撮ってなかったんで今撮ってるんですけども、はい、山形県いかがでしたか。山形県めちゃくちゃいいところでした。確かに言ってないいつもさ来るって分かってるね。この質問がいかがでしたかっていう質問が来るって分かってるじゃん。だから何なんか怒られてるんだけど、はい、え待ってるよ虫。え、どこに。えー、バナナ虫だこれ。これバナナ虫って言うんですよ。そうなの。これバナナ虫だよ。こっちに ついてねえわこれ。バナナ虫を小学生の頃通って遊んでたわ。耳に入ると耳聞こえなくなるとかいう噂に、ちょっとわかんないけど。そういうのもやついるよねタンポポのあれフーってやったやつも入ったら見越えなくなるからね。まあ言いますけども、はい、そんなことどうでもよくて、はい、まあ、山形県もう何といっても東北ラストでございました。はい、もう東北僕ら初めて、もう全部俺初めて行ったんだけど。俺もそうだよ。全部初めて行ったけどもうなんか東北の人総じてあったかい人ばっかりだなってすごい感じました。うん、本当にそうです ね。北海道行ったら盛り上げてくれて、うん、山形の人も温かくて秋田もすごいやりやすくてね。で岩手もね、盛岡商店街の教えてもらったりね、はい、あと福島も広場のところでやらせていただいて、仙台もそうですね、仙台もね、ラーメンおごってもらって、はい、本当にすごいあったかい人ばかりでございました。
ということでトークも終了いたしました。新潟県がですね、はい、ちょっと何地方だかちょっといまいち分かんないと。そうなんだよ、なんかいっぱいあるっぽくて、ちょっと分かんないんですけど、まあ新潟こう戻るってことでね、はい、東京の方に、まあ、新潟も新潟でね、僕はちょっと明日なんか行きたいと思いますんで、はい、新潟編はこれで終了でございます。ありがとうございました。それでは新潟編でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。